素敵なイベントにまず呼んでいただいてありがとうございます。共演者のね方々もすごくいい感じで、特にあのさっきの吉田さん僕好きですね。まあいろいろあるんですけど、まあいい意味でなんかこれちょっと真面目な話ですけど、いい意味でなんかこう未完成な感じがいいですね。なんかまだいろんな方向に行きそうな感じがする感じが素敵だと思いましたが、ではですね、あ、1曲目にやった曲がステラという曲なんですけど、あのやけに短いなと思った方もいるかもしれないんですが、この曲また後でちょっとやりますんで、なんでそんなね引っ張るのっていうのは後で話します。あとはですね、次にかくれんぼというオリジナル曲をやるんですが、この曲かくれんぼというタイトルが示す通りですね、もういいかいまだだよみたいな歌詞が出てくるんでチューニングします。あのもういいかいって僕は言ったらですね、まだだよと心の中でじゃなくて口に出して言っていただけると嬉しいなと。あ、はい、一礼様、ありがとうございます。あのそんなメロディーとかタイミングとかリズムがよくわからないよという人がね、まあ、大半だと思うんで、まあ、そしたら何となく雰囲気でね、口パクでもいいんで、はい、なんとなくエセ一体感から本当の一体感が味わえるかもしれないというのがね。あ、ちなみにあの生放送をやってるっていう話をしていただいたんですけれども、実際今日もライブ前にゲネプロというか投資リハみたいな生放送してきまして、まあ、今日は帰ったらやるかわかんないですけど、明日とかね放送をやってるんで、もし気に入った人いたら、まあ何やらいろんなところでやってますんで、ね、よろしくお願いします。あ、皆さん、そうお酒をねどんどん飲んでほしいんですよ。そうするとあの僕が多少間違えてもね、なんだかよくわからない、もうあなたはもう飲まれてみんな知ってるわ、みんな飲んでるの知ってるから。じゃあカプレンボで売れちゃう。